おはようございます、しょぼうです。今回は自分色に育てるリングメモ、ルーチェリングのご紹介です。最初の自分色に育てるリングメモっていうのは私が勝手につけました。使っている方それぞれの育ち方をしていくメモ帳ということで勝手につけさせていただきました。こだわりの本革多機能リングメモと公式にございまして、まあいろいろな工夫がなされたリングメモで、このルーチェリングを知ったのは親しくさせていただいておりますインマイルームさんの動画でして、案件動画だったわけですけれども、やっぱりねノート好き、手帳好き、メモ帳好きといたしましては、スルーするわけにはいかず、クラウドファンディングね、幕開けで支援をいたしまして一冊入手いたしました。ちょっとね開けて試したところ、手への馴染みがとてもいいメモ帳でしたので、その辺押したいなという感じでお話をしていきたいと思います。ピョコ、こういったパッケージで届きまして、こういったみんなでルーチェリングを楽しもう企画っていうお知らせも一緒に入っておりまして、こうねメーカーさんが この商品をしっかり盛り上げていこうと、その、ね、その商品の作りだけではなくウェブサイトの作り方とか、こういった、ね、私のアカウント名ちゃんと入れていただいたりとか、もうこのなんか気合が入った感じが嬉しいですよね。さてさて、そして中身を見ていきたいと思います。もうね一回開けてみてるので、しっかりこの通りに入ってたかどうかちょっと怪しいところでありますが、まあまあこういった感じで入ってたというところの再現からいきたいと思います。はい、開けてみますとこんな感じで ね今ちょっとこうなってたのが正解です。こんな感じで入っておりまして、革のカバーのメモ帳です。で、内容物といたしましては、説明書ね、ルーチェリングの説明書、まあ革の特徴とか注意事項、それから使い方ですね、それぞれの機能の使い方と用紙交換ができるっていう説明が入っております。それからこれが結構嬉しくて、ちゃんとね替えのリフィルが入っているっていうところが私的には良くて、あとですね個人的なメモポイント全然本体と関係ないんですけど、これがね私的には燃えております。合格ね、合格した商品だってしっかり記載されておりまして、とても嬉しい感じです。では中身に移っていきたいと思います。まず本体、見た目からいきましょうか。革で前後ね、当然前後カバーでカバーがついておりまして、ボタンで固定されるようになっております。それからこちら特徴的なしおり紐、これがねここにも書いてありますけど、まあ一番目立つ特徴ですかね。しおりこうねなるそうです。こうねって押さえながらめくると次のページに自動的にしおりが入っていくっていう機構、これが特許出願中だそうで、まあその後この状態で次に使うときパッと一番先頭書きたいページに行けるという感じになっております。これがプラプラもうちょっとちゃんと押さえて慣れたらいいのかな、慣れたらうまく使えるんじゃないかと思います。あとこちらのねバンド、ベルト、これもこうひっくり返した後で反対側でもう一度ボタンで止めてあげると遊ばなくて済むのかな。でこれもなんか立つそうなので、この辺うまく、これ多機能っていうぐらいですからね、いろいろ使えるという感じですね。これで書いていくといった感じで、まあそのパッと見こういう作りですっていうご説明ですね。ちょっと戻しておきますね
戻しておきましょう。こうね、はい、あ、戻すのも結構簡単ですね。はい、戻しまして、こんな感じで、私は、5色のうちからキャメルを選びました。その他にブルー、レッド、メロン、桜とありまして、桜が結構強いピンクじゃなくて、これちょっと可愛らしいかな、落ち着いた感じの桜色、これ結構おすすめですね、私的にはね。そういったカラーバリエーションで、そうあのサイズとかのお話もしておかなくちゃいけなくて、これ A7 だそうです。 A7 グリッドですね。で、紙的には裏側にもグリッドありまして、これが50枚最初についていて、こちらの予備も50枚なんだそうですけど、なんか厚み違くてもっと多く入ってませんか、こっちの最初の方がみたいな感じになってます。ちょっと数えてないんでね、ここでは50枚、予備50枚って100枚ついてるというご紹介しておきたいと思います。それで、ちょっとね、このせっかく予備出してきたんで気になるところ、これね、木の棒、それとリング開いた状態で来てます。それで説明書きによりますと、こちらの棒でこのね、リングを、リングの端がこっちか、ここに来てまして、これをこう中に入れてグッと開くように力を入れて取り替えてくださいねっていうことなんですけどもね、こうやってね、キュッキュッって、これよりもロルバーンを解体するときなどに使ってるリングリムーバーの方が楽かなって感じはします。はい。で、ただですね、その閉じるときもこれを入れて、これでグッて閉じてくださいっていうことなので、この丸ね、結構いい感じに丸がキープされた状態で閉じられるのじゃないかなと思っております。で、先ほどちょっと言い忘れちゃいましたけども、予備のしおり紐もついてます。これはちょっとね、比べてみましょうか。これね、同じではあるんですけど、多少色に違うかな。これは個体差なのかもしれませんけど、ちょっと違う色味に見えたりしますので、お好みで変えてもいいかもしれないですね。で、変えるときはここからこう引くと抜けるみたいなので、ね、普段はそうそう抜けるもんじゃないんですけど、交換したかったらここからずっと引き抜くだけで交換できるそうです。ここまではなんとなく仕様のお話をしてきましたけれども、ここからは私のインプレッションですね、感想をお話ししたいと思います。まずですね、なんでこれを買うのかっていう話で言うと、まあ、まずは革製品、最近私増えてきて、こういう落ち着いた感じがいいなと思い始めたっていうことが一点。それからですね、私最近メモの消費が非常に激しくてですね、いろいろなところにメモ帳を用意しておきたいので、メモ帳を増やしたかったっていうことももちろんあります。それと、まあ、この多機能っていうことが、メモパってシンプルな方が使いやすかったりはするところに、あえて多機能で、こうね、しおり紐とか、ここね、ペンをつけられるそうなんですけど、こういった機能、それから、ポケットですね、こういうものを用意してきているっていうことが、まあ、私が実際使うことで、これどういうことなんだというのを確認したかった。確認したかったっていうのが本当なところだと思います。ね。こういう商品を使ってみて、ただ単にメモブロックと何が違う？メモブロックだとね、そのデスクに置いておく用なので、これ、まあ持ち歩く用を基本としているので、まあメモパッドですよね。メモパッドと比較して、例えばロディアと比較して何が違うのか。っていうところはね、今回じゃなくて今後使っていく上で、使っていきながら確認したいなと思って購入しました。
って気になるのここじゃないですか。ここね、このペンホルダーのところ、これね、また出てきますよやつが。このサイズに合うペンって何かって話じゃないですか。まあ出さざるを得ないですよね。でこれを挟んでみます。でその実際の挟まり具合ね、こんなところちょっとね上出ちゃうんですよね、これだと。で、太さ的にもちゃんとぴったり合わせるとねちょっと入んないんです。これなんか惜しい惜しいねこれってなりまして、まあひとまずこのユニボール 1P はなかろうと。そのまま、まあ色はともかくユニボール 1F だったらどうかっていう話で挟んでみます。こんな感じ。ユニボール 1F ってここね、あの全長短い方だと思うんですけど、それでも出ちゃうんですね。なのでちょっと考えなきゃいけない。それで毎回ここに持ってきて使ってみるのがアクロ500ですよ。アクロ500だとどうかっていうと、ちょっとはめてみると、アクロ500でもちょっと長いんですよね。その F と比べてもアクロ500短いんですけども、ちょっとこれがまだ長いと、まだ長いと。残念ながらですね、私の持ってるボールペンでちょうど収まるサイズのものはありませんでした。ここが限界で、どうしたもんかなって今まだ考え中っていうか模索探している途中でございまして、できれば色合わせでね使っていきたいんですけれども。で一つだけこちら、これね、こちらね、これが一番サイズ的には合ってました。レモン、ミニレモンなんですけど、万年筆なのかなとは思ってます。ちょっとやっぱりメモってなると走り書きになるので、ボールペンの方が合ってるよなとは思っていて、ちょっと悩ましい。まだペンに関してはこのメモに合わせるペンはうまく見つけられていません。まあ来たばっかりなんでね、まだこれからなんですけど、ちょっとしっくりくるものはまだありませんでした。とね、ほんとね、これなんだよなと思って。でちょっと話戻しますけど、ここを気にしないのであれば、この状態であればしっくりきます。これなのかな、ね、ここに挟むのかなという感はあります。それでちょっとその最初に冒頭お話しした手の馴染みの話なんですけど、これね、ちょっとまあこれ少しここを避けたいじゃないですか。でここね、ここにこう、これがね私的にはまる感じなんですよ。こここれがね、そのメーカーの意図としてこれはどうなのか分かりませんけど、ここに収まる感じが私はすごくよくって、まあ、要はペンホルダーの部分に親指が入っていく感じね。で、今のところちょっとこのしおり私は持て余し気味なのですが、これがね、非常にしっくりくる。で、そもそもこのベルトがね、私的にはいつもこのプラプラが気になっちゃうんですよ。あの、システム手帳でもこういうベルトで最後締めるものあるじゃないですか。それのこの感じがちょっ
とあんまりいいなって思ってたんですけど、これに関してはね、ここにがっちりハマることで全然これ気にならないっていう良さがありますね。この感じを出したくて綺麗にこう作ってる感ありますね、うん、そういう意味ですごく手への馴染みがいいメモ帳ですこういうサイズのメモ帳たくさんあると思うんですけど、革でしかもここのこれがあることによってよりしっくりくるかな不思議なんですけどね、これがちょうどいいっていうところがですね、まあ、この辺も考えられているんでしょうねといった感じで、まあ全体的なレビューでした。で、紙の話なんですけど、結局これこのね、この部分があることによって専用のこの用紙じゃなくちゃいけない、このリフィルじゃなくちゃいけないと思うので、この紙のチェックをねちゃんとしようと思います。はい、ということでいつものメンバーで裏抜けチェックをしてみました。サラサドライ、サラサエナージェル、クリーンカラードとマイルドライナーブラッシュ、マイルドバーミリオンで試しております。さて裏なんですけども、こんな感じ、全然抜けてません。実はですね、クリーンカラードットのところで私力入っちゃったんですね。グッて押しちゃったんですよ。軽く押すと抜けないとか、ほらそういう紙もあるじゃないですか。なのでまあ軽く押したり強く押したりはするんですけど、今回ねちょっと力入れ気味だったのか、これ全くね抜けてないんですよね。この紙結構優秀ですね。特に何の紙とは書いてないんですけど、5ミリ方眼でね、罫線もそんなに濃くなくて、で裏抜けしない、なんか単純にメモ帳ね、メモ今更メモ帳って言うなって話です。いい紙使って十分な機能性があるというところですね。あのどうしてもねこういうメモ帳っていうか、こういうその革だったり、そのメーカーさんの力の入れ具合だったりが全体的な機能の話になっちゃうことが多いんですけど、その紙がメモ帳としてちゃんとしてるかどうかってやっぱり私は気になるところなので、これはね非常によろしいです。良いですね。あの好きって書いて良いですよ、はい、これ十分いけるぞとなっておりまして、まあで、一応いいことばっかりじゃなくて、どうしたもんかって思ってることもお伝えしますと、これっすね。その重要な機能なんですけど、これ使っていく上で結構持て余すんじゃないかと思ってまして、まずちょっと長いっすよね。若干長い。あとまあまあこれね好きにしろよって話なんですけど、あと1センチ短くてもいいのかなって感じはしているのと、あとこうなった時にこれ何も意識しなくてもどうにかなっててほしいなって、一応ここを持ってこうめくってるはずなのでこうだっていうことにはなってるんですね。でもね、そのこれね、これをめくる習慣がつくまでちょっと持て余しそうとは思ってます。確かにこうやってしまえばね、何にもあの違和感なく使えるんですよね。こうやればいいんですね、初めからこうここ難しいな、はい、ここ難しい。慣れです。あくまで慣れが解決すると思います。これもね、これも
なれだとは思います。なんせね、新しい機能なのでなかなか今まで通りにはいかないぞとは思っております。はい、だからちょっともう一回練習しますと、はじめこうなってまして、これ開ける、ここに親指を入れる、ここを持って裏側に回す、はい、この状態で書き始められるというとこですね。もちろんここにペンがついたらペンを取るっていうのが入るんですけど、こんな感じで、はい、ね、気にしないでいきましょう。逆に言うとね、今これ慣れれば全然問題ないわけで、で私気になったところそこだけなんですよ。なのでここさえクリアしてしまえば、今までその他のね、シンプルな何の機能もないメモパッドと同じように使えるのに多機能っていう良さが出てくるんじゃないかと思います。で、まあ何より楽しみなのはこの革の変化ですよね。今後ね、こうやって触っていって変化してくるっていうのが非常に楽しみなリングメモです。ぴょこといったところで、今回はルーチェリングのご紹介でした。革とデザイン、多機能性に目が行きがちというか、まあそれが売りなんですけれども、このリフィルもしっかりしている、これねすごくいいと思うんです。初めて作る商品だと思われるんですね。深く関わりがあるわけではないので、確かこれが初めての商品なんだったと思うんですけど、そういう時ってどうしても自分たちがデザインしたこの機能、そこばかりに目が行きがちだと、私はその一応ね、このものをちょっと作る人間としてそう思うわけですけれども、この紙の部分、このリフィルもしっかりいい紙使ってますっていうとか、非常に好印象です。ぜひこのルージェリング、皆さんにも試していただきたいと思います。私もね、今からねこれをね自分の日常の中にどう入れ込んでいくかっていうのを考えて、その考えてる時間も楽しくて、今から使うその瞬間が楽しみでありません。では今回はここまでにしたいと思います。このチャンネルはこういった文房具レビュー、私の手帳のお話などをしております。今後も話聞いてやってもいいよって思われた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それからサブチャンネルもやっております。サブチャンネルではトラベラーズノートの話、それから文房具に関する非常に細かいどうでもいい話をしております。そちらもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグしょぼうず、ひらがなでしょぼうずで視聴者の方と交流しております。概要欄にサブチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼうでした。ではまた。